内しおりちゃんを応援していこうじゃないの。誰だその子は。タレントさん、通称しおるん。プロフィールはこうなっております。若い子だな。そうね、若い女子。そんなコーナーで取り上げる。この子実はびっくりマンが大好きなのよ。どうして？わからない。でも好きなのは間違いない。こういうツイートもしてるしね。珍しいな。なかなかびっくりマン好きの女子っていないわけよ。しかも10代20代でびっくりマンが好きな人って絶滅危惧種レベルにいないと思うのね。私たちぐらいでしょ。遊戯王とかポケカとかでは見かけたりするんだけど、びっくりマンはほんといない。確かに全く見かけんな。だからこそ彼女を応援してもっとビッグになってもらって、ゆくゆくはびっくりマン親善大使になってもらい、人気の再燃に一役買ってもらいたいと思ってるわけよ。ちょっと待て、親善大使といえばあやつがいたではないか。あいつはどうでもいい。ああいうコネでなったやつは私は認めない。本当に心からビックリマンを愛する者があいつに成り代わってやってほしいわけよ。ビックリマン好きは里崎よりもしおるんを応援すると思う。ただ里崎が嫌いなだけではないか。ビックリマンの将来を考えたらしおるんの方が絶対にいいって。しおるんの事務所もそこに力入れるべきだって。力を入れる方向合ってるのか。合ってる。言い切るのだな。ロッテもロッテでこんなやつなんかよりもこの子を使った方がいいって。こいつを使った結果これですよ。確かにこやつよりかはいいかもな。とにかくビックリマン好きの女子は貴重な存在なので、皆さんも彼女のこと応援してあげてください。応援してあげてくれ。